夜泣きにほとほと疲れて、近所迷惑から家にいるのもできず、子供をおんぶして、明け方に近所の橋まで歩いて行った。眠いなぁ、重いなぁ。でも、歩いてると寝てくれるなぁ。と、ぼんやり、橋から景色を見ていたら、近くに、スーッとタクシーが止まった。窓が開いて、運転手に手招きされるまま近寄った。もしかして飛び込むと思われた?と思って言い訳を考えてたら、温かい缶の紅茶を差し出された。よくここ歩いてるよね。夜泣き。大変だよな。うちの奥さんも、よく朝方散歩してたから。でも、ほら、いい顔で寝てるよ。母親の背中は気持ちいいんだな。あなたも無理しすぎないようにね。今が過ぎれば必ず終わるから。目を細めて微笑みながらこう眺め、お礼を言うのが、精一杯の私に、うなずいて去っていった。おっちゃん、ありがとう。紅茶が染みるように美味しくて、いつもより穏やかな気分で夜明けを見れてる自分がいたよ。私も、いつか、誰かに同じように返せたらいいな。